さてさて、五等分でも見返しますか。おい、ニノとユズバ倒れてるじゃないか、大丈夫か。いや、マジ最近四つ葉出すぎないよね。本当にもうニノ出てくれんかな。せーの、はい。伊藤誠マジクズやな。これ最終回どうなるんやろ。今日のご飯何？おかゆだよ。それだけ？あー、ラーメン。え、ラップ様が新衣装？いや、どうせかっこいい系だろうな。じゃん。いや、見込めってもいいけど、やっぱり好きって言うてこん、言わないでぼー。ピコラはニコ先輩のこと大好きだよ。おはよう、今日の朝食のパン何？あー、コロネ。朝からお前の他に何かないの？あと牛丼。マジで喉乾いたな。お前何買う？じゃあ俺はイロハス。いや、マジで理科の授業って眠いよな。おい、じゃあ今日は彗星についてだぞ。え、おかゆの新衣装、どうせエッチ系だろうな。まあ、見てみるか。こうね。今日の朝食何？ああ、人参。まあ、水星の授業終わっちゃったしな。もう理科の授業はほんとつまんねえな。おい、じゃあ今日から太陽フレアだぞ。本当に後ろの陽気たちうるさいな。実習中ぐらい静かにできんのかな。お前昨日、中野ちゃんに振られたらしいな。邪魔だ！いやー、最近眠れなくてさ、おすすめなんかない？あー、おすすめはね。東京都 ASMR。 おはよう、今日めっちゃ雪降ってんじゃん、寒くね？今日吹雪らしいよ。みんなさ、好きなポケモンって何？やっぱ俺はホゲータかな。中野は？俺はラプラッシュ。マジで国語の授業眠たいんだけど。で、漢字って何？はい、じゃあこの漢字わかるやつ手挙げて。なんか友達がおかゆの ASMR いいって言ってたな。まあ、聞いてみるか。